ラディズラー王一世はナポリ王。名目上はエルサレム王、シチリア王、プロバンス伯、ハンガリー王でもあった。アンジュシチリア家最後の男系男子である。ラディズラー王はナポリでカルロ三世とマルゲリータディドゥラッツォの間に生まれた。1386年に母の摂政の下、9歳でナポリ王となった。しかし権力基盤は不安定で、 1389年に反対派貴族たちによりナポリから追放され、バロアンジュウ家からあるいにセイダンジュウが擁立され、即位1399年に王位を奪還するまで、ラディズラー王は王位を剥奪されたままだった。一方、ハンガリーでは国王、ジギスムントと対立する貴族に擁立され、1401年と1403年に、 ローマ教皇ボニファティウス九世の使命でハンガリーを落とされた。だがハンガリーでも基盤が脆弱なためすぐにジギスムントに蹴散らされ実行支配はならなかった。ナポリハンガリー王位は不安定になっていたがそれは教皇領も同様で教会大分裂でローマ教皇庁とアビニオン教皇庁に分裂、ナポリ王位をめぐる争いでローマがラディズラーをアビニオンが ルイ2世を支持したため混乱に拍車をかけていた。野心家のラディズラ王も、教会大分裂の最中につけ込み、1404年に、ローマ教皇インノケンテウス7世とローマ市民の紛争を調停したが、1408年に、ローマを占拠し、ラティウム、ウンブリアも占領。翌1409年に、トスカーナにも侵攻するものの、フィレンツェ市営な連合軍に敗退。 ピサ教会会議で選出された、対立教皇アレクサンデル5世から波紋を言い渡され、代わりに支持された、ルイ2世が、フィレンツェシエーナと手を組み、ローマ市民の放棄もあり、形勢不利となって、ナポリへ退去、散々な結果となった。1413年、ローマ教皇グレゴリウス12世が、不在のローマを、またしても占領、ローマへ入ろうとした。 対立教皇ヨハネス23世及び講演者のジギスムントの通行を妨害したが、翌1414 14年に38歳でナポリで死去。子がなかったため、ナポリ王位は姉のジョバンナ2世が継承、ローマをマルティヌス5世に返還したが、後継者問題で右を左をしてナポリをさらなる混乱に引き込んだ。いずれの結婚でも、子女を得ることはなかった。北原。 P213P214、セハラ、P220、P232、P236P237、P239、スチュアート、P182P185、サワイ、P86、北原、P223、セハラ、P242、サワイ、P86P87、セハラ、瀬原 P248, P249, P412, P413. ありがとうございます。